ですね、はい、さあそれでは今日のゲームを振り返っていきましょう。今日はこのダーモディが来日初登板ということになりました。その立ち上がりですが、まあ、こういう形でいきなり足立にツーベースを打たれました。ただこの後粘り打ちになりましたね。そうですね、まあ、ピンチにはなったんですけどもね、この後ね、はい、うまくね、はい、抑えましたんでね、はい、吉田正尚さんとショートゴロ、ランナー3塁が進んでるんですが、この状況の中でも杉本とバットへし折ってサードゴロしておりましたね。これは本当にインコースにね、はい、今日は本当にインコースのコントロールが良かったんで、そうですね、はい、でその後フォアボールもあったんですが、5番中川はこういう風なレフトフライ、この立ち上がりゼロと抑えました。一方バファローズは先発の宮城です。2回の投手ご覧いただきますが、先頭この4番の中村のセンターフライ、まあなかなかこうチャンスらしいカットを作ってもらえないほどのライオン打線はね、いいピッチングしましたね。そうですね、はい、まあ、本当にまっすぐも変化球も本当に自分の思った通りに投げれてたんでね、はい、それが良かったですよね。3回のここなんですが、ツーアウト3塁1塁からの4番のゴメロをセンターフライと、こちらはランナーを出しながら粘りのピッチング。そして宮城の方は4回、まずは源田がファーストゴロ、まあ、顔には出さないという話をしましたけども、心臓バクバク男というふうな話をしてましたが、ただこういうふうないいプレーもしっかりとダブルプレーということになりました。序盤中村643、強い打球だったんですが宮城が抑えています。5回のダーモディ1アウトランナー2塁という状況、ここも杉本へのインサイドのボール、これも良かったですね。そうですね、まあ、この前にまっすぐね、本当にいいね、はい、インコースに、ね、投げましたんでね、はい、まあ、それをね、はい、空振りしました。そして源田にとっては当たり前かもしれませんが、素晴らしいプレーがありました。ダーモディ5回89球という風な来日初登板でした。さあそして6回の第2番手の宮川です。ノーアウトランナー2塁1塁とヒットランナー2人、そしてトンボを迎えます。これがライトへの第4戦の3本のホームランですね。そうですね、第4戦には、ね、よく打ちますよね、これ3回で出たフォローズが3点リードになりました。そして6回までは1安打に抑えられていたんですが、7回の第4の攻撃、源田、これがフォアボール、これ初めて先頭バッターが出塁したんですが、この森がつなぎます。宮城としてこの回、はい、急にですねストライクボールがやっぱはっきりしてたんですけど、そうですね、まあ、そこの甘いボールを、ね、森君とかね狙ってましたよね、そしてワンアウトからこの栗山拓にこのタイムリーヒット、これ3対1と2点差になります。さらに6番のスタンデルバー、このタイムリーヒットでこれで3対2、1点差までランナーを追い上げます。そしてバンカーとランナー満塁という状況で上根木、ワンコントランナー3球目、この後にこれがパーツが使ったんですがリクエスト、ライン上かなという状況だったんですが、ここがファウルのジャッジそのままということになりました。1点差のまま満塁で上根木、打ち直しは三振。そしてここでもうスパッと変えますからね。そうですね、この決断は早かったですよね、中島監督ね、山田のところで志賀ですが、この志賀がショートゴロに打ち取って、この回は2本止まり、宮城の勝利投手の権利を持ったままということになりました。8回4番手として森脇が今週初登板になります。今日上がってきたばかり、ツーアウトランナー3塁2塁、この胸の当たりが前進守備の金子大輔、ナイス
ストライだったんですが、しかしこれ左中間一番深いところの打球が飛んでいきました。宗は三塁を蹴って、これがランニングスリーランホームラン。6対2と4点差に差を広げます。宗自身昨年もあるんですが、今年初めてのランニングホームランということになります。そして8回ですが、オリックスバファローズは富山が上がりました。ツーアウトランナー2塁から4番の中村拓也、5試合連続打点というタイムリーヒットで6対3と3点差。この3点差まではいましたが、9回の表裏、このままゲーム終わって6対3でバファローズ勝って、バファローズはこのカード4連勝、3位、4位、5位というのが入れ替わるということになりました。